レイク軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23万41人であり、2000年の22万7511人から1.1%増加した。軍庁所在地はペイエンズビル市であり、同軍で人口最大の都市はメンター市である。レイク軍の軍名は エリーコの南岸に接していることから名付けられた。レイク軍は、クリーブランドイリリアメンター大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は979.20平方マイルであり、このうち陸地227.49平方マイル、水域は751.70平方マイルで、水域率は76.77%である。 陸地面積では、州内最小の軍である、レイクトランが、軍内の公共交通を担当している。州間高速道路90号線が、北東から南西に抜けており、オハイオ州道2号線とほぼ並行している。この日本の道が、軍内の幹線になっている。現在は、旅客鉄道は走っていない。レイク軍は、ガンの危険性。 発生毒性物質と生殖毒性物質などのカテゴリーでアメリカ合衆国の軍の中では悪い方の10%に入っている。これは大都市や人口密度の高い地域と同等である。レイク軍には大きな公共公園体系がある。カートランドにはホールデン植物園があり、またギルダースリーブサンもある。メンター市にはヘッドランズビーチ州立公園がある。グランド川は 州の野生と景観の川であり、チャグリン川は州の景観河川である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レイク群には次のような図書館がある。レイクカウンティーイズサーブドバイザーフォローイングライブレリーズ2008年に行った1964年から2004年のオハイオ州の大統領選挙分析では、 レイク軍ほど州の結果と一致している軍はなかった。レイク軍は必ずしも当選者に投票したわけではなかったが、一貫して当選者のオハイオ州での投票率に近い結果を出していた。レイク軍図レイク軍は都市化が進行したので、残っているのは下記5つの軍区のみである。ありがとうございます。